あ、ちょっとなんか明かり見えてきたよ。明かり見えてきた。出口っぽいの見えてきてるよ。それっぽいの見えてきてる。さあ。ん？なんだこれ？あ、ドラキーか。ドラキー。うお、十字方向グランドクロス。十字方向グランドクロスじゃん。グランドクロス刻みたいわ。どう来る？クロス切り。クロス切り。ブルブル？それ。オッケー！うまい！うまいよー。魔法の説いいねー。なんか良さそう。あ、動いてくる。こいつ、こいつ動いてきやがる。こいつ動いてきやがる。オッケー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 。しっかり見て、しっかり見て。おーしよ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 し。しっかり見て、しっかり見て振れば大丈夫やね。リキャストはないからガンガン振っていけるのがいいな。基本的にずっとリキャストないからガンガン振っていけるのはいいことっすよね、これ。ねえ。あ、おお、ちょ、待って、来すぎじゃねえ、やべ、これやべえぞ、これ。え、いてえ、やべえな、これ。あ、やばい、ちょ、待って。これやばい。今、エクソ使っといて。今のは強い。スネオ何やってんだ、ところで。スネオ。スネオなんかしてんのか、お前。おい、何もしてなくない？あの、スネオ。欠けてるから、やばいな。オッケー、一体倒した。いや、敵がいっぱい出ると怖いな、これ。スネオ何もしてなくない？お前。あ、そうか、これ。あ、左右で選べば、こうやって自分でやってくれるか。あ、それにした方がいいか。あんまり AI 任せは無理だね。基本的にコンピューには命令出した方がいいのか。何？進まなくなったよ。ほら。何何？ああ、スネオ、さっきまで何もやんだろ、お前。ふぅ。どうやら、ここから森を抜けられそうですね。ああ、まあ、まあまあ、出口っぽいからね。だいぶ結構戦闘したよ。一回街もらった方がよかったかなと思ってるけど、ボスだったらやばいもんな、これ。大丈夫かな？ボスない？と向かったに違いありません。すげえ断定して言うじゃん。まあまあまあ断定し、あ、何？大丈夫？これボス来てない？何ですかこの音は。ビビりやめろ。の、飲んで、ビビビビるんだよ。うわー、やっばー、やべえぞこいつ。うわー、やっばー、やべえぞこいつ。来ちまった。待って、やばくないこいつ。え、この森は俺の庭。やべえぞこれ。ゴーレム、お前森ちゃうやないか。お前寝る気で守っといてくれよ。森やったらもっとなんかいいのおったよ。森の番人とかでええやんか。セブンにおる、セブンにおる森の番人でええやん。なんでゴーレム、お前森におんねん。お前確かにそうや、そうか、お前生息地森荒野か。そうだ、ゴーレム、ごめん、お前生息地森荒野だ。じゃあしゃあないわ。やべえの来たな、こいつ。やる気のようですよ。いやいや、迎え撃ちましょう。ダリホーとかないの？やばいぞこれ。ボス切っちまった。あー、いてぇ !18! あ、ありがとう、ホイミ。うん、オッケーオッケー、動きよく見ろって言われた。1しか食らわねえぞ。ちょ、待って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 、強くないかお前。お前結構じゃねえかこれ。ガードでも、うまいことしていけば。それは、そうなるんだね。オッケーオッケー。で、連続パンチ。連続パンチが、なんか連続ジャブみたいなのがあったから。え、来た来た来た、赤目モード、本気、本気ゴーレム。あ、待って、あー危ない。ホイミありがてえ、危なかった。今死んでたぞ今。あ、盾使ってじゃないよ、危ねえ。盾使って、めっちゃ強いぞ。読めねえ、パンチの方向が。てか、パンチの方向を見てからさ、あんなガードできないって。パンチの方向を見てからガードなんて無理だって、そんな。だって、カーソルのが間に合わないんだもん。やべえぞ、これ。お、うまい！うまい！見てた、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 見てた。よし、来た！これで、
気合げいくぞ。よし来い、視察権や、ここで視察権よ。よし喫茶券、いざ気合い切り、せーの、ふぃーふぃーふぃーよっしゃ、いけいけいけ、とどめはさせん。え、おら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 、とどめやな、とどめやな、こうやこうや、ほいほい、やったてか最後の最後でガード見えてたな。よし、最後の最後で、最後の最後でガード見えてた、あぶね、めっちゃ強かったで。いやー、あぶねー。Cランクだって。え、めっちゃ強いじゃん、あいつ。ガードの法則性見れないままだったわ。クリアタイム15分。そんなかかってたな。やべえぞ、あいつ。いや、強かった、強かった。なんとか勝てましたか。いや、あの、ディーンがさ、途中ホイミ唱えてくれたじゃん、連続パンチの時。あれもう MVP よ。あれなかったら死んでたよ。連続パンチを見極められなかったからな。マジか。先へ進みましょう。強っ。なんか一応、見て、聞こえてるわ。足音ちゃんと聞こえてるよ、イベント中も。へぇ。小屋がありますねじゃないんだよ。どっかのホラーゲーの入りみたいになってんぞお前。え、隠れて、何、あ、出てきた、誰か小屋から。え、誰、母親、あれは母親、 D の母親出てきた。なんか曲が重々しいけど、おおやばいやん、こいつ絶対黒幕じゃん。テイルズにいるよこんなやつ、こんなやつテイルズにいた、テイルズにいた、あんな黒幕。あれは母上です。なんでわかんの、仮面つけてでもわかんのか、やっぱ雰囲気でな。テイルズにいたぞあんなの。PSP のなんかソフトにいたぞあんなやつ。ダメです、もういません。いやいやいや、見失うのも早かったな、すげえ早かったぞ見失うの。見失うの早くない？あの仮面を、あれは最近母上がつけ始めたものなんです。そうなんだ、最近つけ始めてそれからおかしくなったみたいな感じ。仮面をしているのかは、ああ教えてくれないのですか。完全にそれはもうダメだよ。それもう完全に囚われてるよ。それにしても母上はなぜあの小屋に。そうだね、小屋になんか、え、誰、ええー、うおー、あら、あなたがあの有名な、あなたがあの有名な、ああすみません、いやいや、え、すみません、僕たちは決して怪しいもんじゃ、怪しいもんじゃないです、怪しいもんじゃないです。え、なんでお前こんな小屋に住んでんの、んで初めて見、あなたがあの有名な、モンバトリ有名なあなた、あなたたちには関係ないわ。あら、あら、完全にツンですか、ツンですか、あなた出ればいつですか、ツン、今のところツンだけですよあなた。アルソード王国の王子です。うん、そっか、通りでどこ、あ、なんだなんだなんだ、普通によろしくねって言われたんだけど、セティア、ついに来たかお前。もう僕がね、こいつのことはね、名前しか知らなかったレベルなんで、うん、こいつと初めて出会えた。まあスネ夫は知らんけど、めっちゃ引き、待って、めっちゃ引き、ぐいぐい来んな、お前。俺にぐいぐい来てくれよ。俺に来いよ、ぐいぐい。なんでお前、スネ夫から言ってんのよ。スネ夫にぐいぐい行かないでくれよ。いや、そんなことより、母上が何をしにここへ来たのか、教えてくれませんか。なんでお前、小屋に住んでんの？私の兄さんは、魔王と戦ったの。え？そして、その後病気になってしまった。あれ、あなたの兄が魔王と戦ったの、もうすでに。私の回復呪文じゃ兄さんは助けられなかったの。なるほどね、兄さんよくある、よくある疑問は、よくある疑問を吹っかけないでおくわ。ザオリクの、よくザオリクの話はしないでおくわ。うん、だからあなたの兄上の話は、ね、まあそうだったら、なんか話すり替えられてたね。魔王と戦った、ではあなたの兄上はあのフォルグさんだというのですね。フォルグさんは
へえ、有名な、結構なんか有名じゃん。その一人だけど、結局病気にかかったってわけか。そういうことは一応知ってるんだ。一応知ってる。いいわ、教えてあげる。女王様は兄さんに会いに来た。ああ、なるほどね。フォルグと会いに来て。温泉のつい、本当に温泉入ってたの、あの人。あの人本当に温泉入ってたんかい。でも兄さんがいなくなったことを伝えても。うん。なんかあんまり驚いた風じゃなかったな。もともと知ってたわけじゃないのかな。もともと知っていて確認しに来たとかじゃないの。あ、いいアングル。いえ、女王のことで何か気づいたことは。すんげえお前グイグイ行くじゃん。お前ら相思相愛すんねん。俺混ぜろよお前。お前ら二人で。っていうか何、あの趣味の悪い仮面は。趣味の悪い仮面って言われてんじゃん。あれって何かのブランド。なわけないじゃん。ああ、久しぶりに俺で通る。それはこちらが聞きたいくらいですよ。突然あんな仮面をかぶり出したのですから。突然かぶり、有名なブランド。あ、お前何、服好き、めちゃくちゃ服好き、もしかしてお前、ともかく母、お前もしかしてめっちゃ流行に敏感なタイプ。あの友人で言うあいつみたいな。ということでしょうか。ああ、なるほどね。もはや母上が病気にかかっていることに間違いはないようです。まあ病気というか取りつかれとるというべきじゃないかな。こうしてはいられません。早く城へ帰って看病して差し上げなさい。やめとけやめとけ、看病とか、ああ看病とかそういうレベルじゃ済まないんだよそれは。多分てか戻ってこないよ多分お前。それ多分母親帰ってこないよ。先に帰ります。おい勝手に置いて、あ、二人きりだね。あ、二人きり、あ、二人きりだよね。二人きりだよ君、二人きりだよ君。ちょっとさ、ちょっと一緒に。今思い出したわ。今思い出す。あの、はい。なんすか。やっぱり私、あの仮面見たことある。あ、有名なブランドからそうなったの。見たことあるんで変わったの。どこか有名なブランドだから見たことあるのかなって。あ、なるほどね。それは違ったわ。昔遊びに行って迷い込んだ山の手。やべ、フレイギ山行かなか。あ、やべ。ブレイゲ山。ブレイゲ山ね。フレイギ山って言ってた。ブレイゲザンですか、すいませんでした。私まだ小さかったから、その仮面がとても怖かったことだけ覚えてる。なんだか嫌な感じが。じゃあそこに行くんかい。とそんなこといいからさ、セティアさん、セティアちゃん、ちょっとさ、あの二人きりだからさ、お兄さんと一緒にさ。女王様、兄さんがいなくなったことにしても、あ、はい。別に驚いた風じゃなかったし。うん、うん、そっか。きっと何か知ってるのよ。私もう一度女王様に会ってみる。そっか。お城に行って会って聞いてみる。多分だからお前ら違う、お城にいないと思うよ。女王様お城に帰らないと思うんですけどね。まあ、おーいおーい、俺との会話なんかってことは第3章。いや、もう入ってった。仮面。あ、もう第3章になるの、仮面になるのね。おう、お帰りなさい。あ、ちゃんと無事に一人で帰ってきたんだね。一人で帰ってきたんだ。そういえば王子だけ慌てて先に。お前もうここしかないだろ。なるほどね。あ、久しぶりに。あ、そうか、英雄の一人やで、知られてんのか、もともと名前は。そうか、セティアの名前知られてんだ。町との人との会話とかであったのかな。ちょっとスルーしてたから分かんなかったね。おおおお、いるじゃん。たった今すごい格好しちゃうんだろ。おめえもすげえ格好だよ。ああ、いる。家に帰ったらいたわ。やっと戻ってきたよね。あなたのことを待っていたのよ。じゃあ一緒に帰れや。お前置いてっただろ。お前もスネ夫も俺のこと置いてったべや。どうしてこの家が分かったって。王子の友達の家って聞いたらすぐに教えて。やばいな、これをこのお父さんなんかしてない、セティアに対して。ほらー、もうブゲイゲザンの話し始めた。ユータそばから。わかりやすい流れやったけど、まあ、わかりやすい流れでありがとう。やだよ。うん。は？デボラ、お前デボラみたいな。ダメ？ダメ？この構え。デボラじゃん、お前。お前、いいえって言っても絶対無限ループ入れてくる、こいつ。しゃあねえな。ありがとう。じゃあ私ちょっと教会に挨拶してくる。後で来てよね。教
二度も二度も言うなって。わかったわかったわかった。二度も言うな。わかったわかった。うん。おー、かわいい。お前もこの父に似てなかなか隅に置けんね。じゃあおめえはやっぱそうなんじゃねえか。父に似てってことはやっぱお前もそう自覚してんじゃねえか。自覚しててよかったわ。出て行った母さんにまた怒られそうだ。出て行った母さんってなんかまたそれもなんか闇深いけどね。いやそれ結構笑い事じゃないよ。笑い事じゃないよお前それ。闇深いよそれお前。二度も言われたから教会来たけど。あらもうちょっと近く行けない、もうちょっと近く行けない。あ、いいな、いい格好だな。あんなことになっちゃって兄さん救えなかったからね。あ、え、気づいてんのかよ。お城に行ったのに女王様には会わせてもらえなかったのよ。結構なんかさ、ちょっと一つ言っていい。距離近いしさ、俺の死にしてんの、もうすでに後ろ向いてたのに。こうなったら自分で調べるしかないわね。あ、そうですか。女王様が被っているあの仮面、私が昔ブレイゲ山で見たのよ。でもそれさ、ブレイゲ山に行って何があるのかっていうツッコミしたいんだけど、ブレイゲ山にその仮面があるから行くみたいな感じ。なんで行くみたいになってるぞ今のところ。はい、だからもう一度ブレイゲ山に行って確かめてみたいの。なるほどね。そう思うでしょ。ティラって言います、よろしくお願いします。そういえばまだあなたの名前を。そうだよ、お前スネオの名前ばっか聞いてたから。俺ティラって言うんだ。ティラって呼べよ。教えてもらえる。これはい、はい、でも言うのなんか、やべ、待って、俺セティアのこと知ってんだよ、ちょっとだけ。うん。じゃあ、今日からエッチって呼んであげる。エッチって言われた。もうほら、もうセティアからエッチって言われた、ほら。もうエッチって言われたもん。あー、また俺イヤホン落とした。なんで、もう今日からエッチになっちゃったじゃん、俺。もうどうもエッチです。よろしくお願いします。いい家になってくる。いい家になっちゃった。じゃあ、あれは。お前もしかして適当に名前つけたるがあるか、もしかして。だってもあれは、そんなありきたいな。もうネーミングセンス。そこら辺にいるやつだろ、みんな。お、ならやっぱりエッチ、これで決まりね。まあ脇見えたんでいいとします。まあ今いい脇見えたんでよしとします。エッチでいいです。それじゃあよろしくね、エッチ。うん、脇見えたんでよしとします。お前結構レパートリーあったな。にしてもブレイゲ山に行きましょう。先に町の外で待っててね、エッチ。あ、でもそうか、ってことは何、全部ヘロロンとかそういう系が入ってるってこと。あの今までの何、次からのさあ、ボイスとかがヘロロンだったらヘロロンでずっと呼ぶのこの。お前それはそれでお前結構な収録量だったんだね。へえ。あ、いるじゃん。あ、はい。は、はい。はい。